県によりますと、今月5日までの1週間に報告された、1医療機関あたりのインフルエンザの患者数は、47.18人で、前の週のおよそ1.14倍となり、警報が発表された週から、3週続けて、前の週を上回っています。ままた、た学学学級閉鎖や学年閉鎖鎖や年ののの措置が取らられたのは、小校校校から高校までの52校で、52 前の週と比べて14校増えています。一方同時流行している新型コロナウイルスについて、県は今日新たに240人の感染を確認したと発表しました。先週の木曜日と比べて91人減少しています。